ミレニアミー増設メモリモジュールによる拡張ミレニアムはカナダのマトロックス社が1995年に発表した PC 用ビデオカードまたその後継製品のシリーズ名である。本校ではマガ、ま、G シリーズより前のミレニアムシリーズ及び同製品の連価版に相当するミスティークシリーズ並びに関連製品について取り扱う。 ミスティーク220までは NEC や HP などにもチップが提供され、同社の製品にもチップレベルで搭載されている。なお、ミレニアムはキリスト教の千年王国を、ミスティークは神秘をそれぞれ意味する英単語である。マガ -2064W ミレニアムはビデオチップとしてマガ -2064W を搭載する。 グラフィックスアクセラレータである。175MHz、または 220MHz、または 250MHz のラムダッツを一機、統合している。上下で独立した6 4ビットのメモリバスを持ち、ビデオメモリとして6 4ビットで接続された、ラムを 8MB までサポートする。インターフェースは PCI。高速な描画性能と視認性の良い画質で人気を。 白した。増設メモリーモジュールの拡張スロットと、専用キャプチャカードであるメディア XL 用の拡張コネクタが設けられているとともに、リサブ15コネクタと並んで、コンポジットモジュール用のビデオ入出力コネクタが設けられているのが特徴である。ミレニアムマガミル、4アイマガ、ミル、モッド4マガ -1064SG ミスティークは、 ビデオチップとして、マガ -1064SG を搭載する、グラフィックアクセラレータである。ミレニアムシリーズの回に位置するレンカブランドとなる。170MHz のラムダッツを一気統合している。ビデオメモリとして64ビットで接続された、スクラムを 4MB までサポートする。インターフェースは PCI。同社製ビデオチップとして、初めてラムダッツを統合しており、 コンシューマー向けという位置づけから、廉価版ながら、3D 機能、動画再生機能はミレニアムより強化されている。ミスティークマガミスト、2バイトマガ -2164W ミレニアム2は、ビデオチップとして、マガ -2164W を搭載する、グラフィックアクセラレータである。ミレニアムの後継製品にあたる。通称、ミレ2。 220MHz、220または 250MHz のラムダッツを搭載している。ビデオメモリとして64ビットで接続された、ラムを 16MB までサポートする。インターフェースは、AGP1X、または PCI。ミレニアミーミル2 P8 と、ミル2モッド8マガ -1164SG ミスティーク220は、 ビデオチップとして MA、MAGA-1164SG を搭載する、グラフィックアクセラレータである。ミスティークの後継製品にあたり、ミレニアム2シリーズの回に位置する廉価ブランドとなる。220MHz のラムダッツを搭載している。ビデオメモリとして64ビットで接続された、スクラムを 8MB までサポートする。インターフェースは PCI。 ミスティーク220枚 220p4 立方メートル D ミスティークマガミスト4バイトとレインボーランナースタジオレインボーランナー TV ありがとうございます。